はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうも、ハルポンです。今日は、以前紹介した、バウンロク、馬体、曹操の騎馬隊のね、戦歴が、なかなか溜まってきたので、内容を紹介していきたいと思います。で、まあ、おさらいにはなるんですけど、舞台陣容を見せますね。はい。本営万六の戦法が、出撃と会心です。で、中衛馬隊が、妖術、白刃と。で、贅の曹操が全軍に、高祖ですね。で、まあ、兵種の、内容はこんな感じです。乱陣とか執行。まあ大体一緒っすね。執行は全員つけて、先行効果か。早く行動できるようにしてます。はい。で、まあ、戦歴見せる中でもわかるんですけど、馬体のね、まあ、通常攻撃の火力、一発の火力が、めちゃくちゃ高くなるような編成ですね。馬体が行動する前に、万六でね、通常攻撃2回とか、突撃戦法放って、馬体の攻撃力を貯めて、高祖とかね、全軍とかで、物理系攻撃の与えるダメージとか、相手の火ダメを高めつつ、さらに白刃はちょっと4ターン目とかからなんですけど、攻撃力アップして、一撃高めていくと。で、まあ、おまけで妖術つけてね、相手の暴走も誘うって感じの舞台編成です。はい、じゃあ、早速戦歴見せていきますね。はい、一つ目は、まあ、弓の舞台編成ですね。相手、信楽、陳宮、呂布って形で。はい。まあ、軍で揃えてる感じの弓舞台ですね。まあ、この戦歴は勝利してますね。相手の兵力を残すことなく粉砕してます。で、実際にちょっと馬体の火力見せたいんで、下の方に行ってみます。はい、これ3ターン目なんですけど、まあ、万六の通常攻撃から始まって、馬体のね、受動戦法の効果を実行して、通常攻撃のダメージを、上限まで到達させます。で、このまま下に行って、馬体のね、通常攻撃ですね。与えるダメージが390%増加して、兵力2500のダメージですね。はい。この火力がね、マジで、この舞台は、ロマンあります。はい。で、まあ、4ターン目も同じ感じで、ちょっと、まあ、パーッとスクロールしていきますけど、あ、暴走を入れた後に、まあ、物理系攻撃ダメージ38%に加えて、390%で、2540って感じで。で、毎ターンですね。毎ターン、まあこんな感じで、通常攻撃が当たればですね、火力を出していくって感じですね。はい。どうすかね。結構、ロマンあるっすよね、この火力は。まあ、もちろん、馬体だけじゃなくて、まあ、バウンロクもね、通常攻撃2回、毎回してるんで、それに、会心とか、出撃でダメージ与えてますし、曹操も全軍突撃とかで、しっかりダメージ与えてるんで、まあ、馬体だけでは、ないんですけど、ひときわね、馬体の火力が高くなるような、舞台編成です。はい。じゃあ、まあ、細かい戦歴を見せるのは、まあ、これが最後で、あとは他の部隊と対戦した
戦歴を4つぐらいかな見せていきます。はい、次は候補数の舞台ですね。今季よく見るやつです。候補数長期陸攻という形で、まあ、若干、兵力相手少ないですけど、まあ、しっかりね壊滅させてます。で兵装もね、まあ、4000ぐらいと少なく収めて勝利してます。じゃあ次行きましょうか。はい、また弓部隊ですけど、主春、長砲、鎮球と、まあなかなか見ない部隊ですね。ただ、結構知略系の部隊なんで、あの鎮球とかね、長砲の指導戦法が刺さって、こっちの部隊も結構兵装あるんですけど、まあ、しっかり相手を撃破しているっていう感じですね。はい、まあ、これに関しては他に言うことないんで次行きますか。はい、次ちょっと5連かなと思うんですけど、ちゃいますね。周遊、旅も、シュシュンって感じで、また弓なんですけど、これはね、武勲結構稼いでるんですけど、妖術がね、めちゃくちゃ刺さってました。馬体の。まあもちろん、バウンロクとか馬体の、通常攻撃なり、追撃、戦法なりの火力もダメージ与えてたんですけど、妖術がね、すごい刺さって、はい、妖術がね、しっかり刺さってました。じゃあ、次行きますか。次は、食歩ですね。まあ、これね、劉備の戦筆もあって、結構きつかったんですけど、しっかり、まあ、戦筆終わった後で、しっかりね、大ダメージ与えてくれました。まあ、で、韓金兵とか、甲虫の、まあ、攻撃、物理系攻撃あるんですけど、まあ、そうそう、バタイ、バンロクは物理系攻撃には弱くないんで、まあ、そこまで火ダメもなくね、勝てましたね。まあ、そこまで火ダメなくはないですけどね、半分は削られてるんで、はい、まあ、食砲にも勝てます。じゃあ次いきますか。はい、また候補数長期陸攻なんですけど、これはねさっきのよりはまあ兵数があったんで乗せました。まあ勝利まではいかなかったんですけど、しっかり削ってます。はい、これは新楽陸攻勘銀兵って言った、結構珍しい舞台ですね。多分スタダの舞台かな、そのまま使ってるって感じの舞台な感じしますね。コスト8で、でまあこういう舞台にもしっかり買っていってます。はい、次ラストですね。はい、これラストにしました。結構ね珍しい舞台やったんで載せましたね。ダッキ、新楽、東伯とこの美人3武将のね舞台、まあ、ダッキの妖術にかかりながらもしっかり、削ってますね。まあ引き分けで勝利まではまたいけてないんですけど、こういう舞台にも、しっかり勝っていけるよってところを見せたかったっていうのがあるんで、あと相手のね舞台編成もなかなか珍しかったんで載せました。はい、って感じで、まあ、舞台、戦歴紹介は終わるんですけど、まあ、ボロボロに負ける時もあるんですけど、最初に見せた、バタイの通常攻撃のね、威力を結構出してくれるんで、やっててね、楽しい舞台なんで、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。